コロンボ。はい、コロンボさんです。さあ皆さん、レインボーフレンズチャプター2がですね、この前発表されまして、コロンボさんもね、実況を上げたんですけども、このレインボーフレンズチャプター2、面白いとんでもない小ネタがいっぱいありましたので、それを紹介していきたいと思います。はい、ではね、コロンボさんがレインボーフレンズチャプター2の小ネタを紹介していく前に、コロンボさんチャンネル登録者数30万人を目指しておりますので、皆さんよかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでね、まず最初の小ネタなんですが、このね、待合ロビーありますよね。ここでね、いくつか紹介したいと思います。これプライベートサーバーなんで誰もいないんですが、てかさ、これ何これ。こんなのあったっけWhere these hats in any Roblox games? レインボーフレンズ公式の、この、スキンが買えるってことだわ。あ、意外と安いよ、ほら。面白い。はい、そしたらですね、まず、このロビーなんですが、こういって、ここの隙間、見てください。はい、普通に、出れます。わなんと、こっち側に歩いていけます。はい、これね、多分、どうだろう、みんな気づいたかな。ここほら、見て。何にもありません。で、観覧車が、浮いてます。観覧車さん、あんなとこで浮いてどうしたんですかって感じなんですが、何もないと思いきや、このね、森の奥、ちょっと行ってみましょう。はい、今ね、ちょっと森のね、裏側、てかステージの裏側まで来たんですが、ほら、ここ、なんかあるんだよね。あれ、なんとこれはですね、チャプター1で最後に通ってきた道。ほら、落ちてるでしょ。これ、繋がってるんですね、ちょっと。実は。ただ、こっからそのチャプター2の入り口の方には、行くことはできないと。そういうね、小ネタです。はい。で、まあ、ね、下の方にあの、謎の、ね、キューブがあるんですが、あー、落ちた、あ、落ちた。落ちました。はい。観覧車浮いてるわ。はい、ということでね、まず一つ目でした。でね、ここでね、すごい面白いものがあって、これ後ろなんですが、はい、これね、これ実はね、動かし方があって、ほら、見て。一応ね、ボタンが押せるんですよ、これ。ジェネレーターインタラクト。これね、E ボタンでやると、ほら、謎のね、スイッチが出てくるんですよ。番号っていうのが、1972なんですね。1972年。これ何の数字なのかね、調べたんですけど、ちょっとわかんなくて。まあ、チャプター1の中でなんかヒントがあるみたいです、どうやら。1972。で、動き出すんですね。以上です。マジで意味わかんないんだよね。ほら。一応、あれだ、自分もほら、運ばれてる箱感出すんだけどさ。何の意味もありません。だからこれみんなでさ、ここで箱になってほら、運ばれてる感じしたら面白いんじゃないっていう、それだけです。はい。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、次はですね、この、最初に始まったオープニングとかでね、司会進行役みたいな感じで出てくるこのおじさんいますよね。はい、見てください。皆さん、このおじさんです。これはね、実は、別のゲームで出てきてるんですよ。このチャプター2のね、制作者の人が別に作ってるスパイダーっていうゲームがあって、そこでボブおじさんみたいな感じで出てくるんですよ。ほら、今ね、映像出してますけど、こんな感じで、同じですよね、ヒゲが。実は前のゲームに登場させていて、ここでも登場させていると。多分関連性とかはないんだけど、まあ、同じキャラクターをこうね、使うっていう、ちょっと面白い小ネタですね。はい、じゃあ続いてはですね、ここ扉入ります。なんかいろいろね、実は細かいものがあって、まずここを見るとね、ほら、Not working need fix。大量の監視カメラがね、ここに捨てられてるんですよ。壊れたっていうことで。で、さらにね、ここを見ると、ここね、見えるほら、なんかね、書いてあるんですよ。It かな？わかんない。It get、later。読みません。謎の監視カメラがいっぱい落ちてるというわけですね。はい、続いてはですね、今回このレインボーフレンズね、かなり広いステージなんですが、モンスターにね、絶対に襲われない場所っていうのがいくつかあるんですよ。それをちょっと紹介したいと思います。ブルーさん、おいで。まずもう一つ目、襲われない場所はこのレインボーレーサー。ここはね、実はね、行きますよ。はい、ここまでは、あ、待て、おい、どこ行く、おい、何してんだお前。おい、来ましたよ。お前何してんだ。はいはい、行きますよ。あー、危ない、やばい。行きますよ。ここ入ってくるんだけど、ここ待って、やばい。ここに入るとほら止まる。で、記憶喪失かのように帰っていく。絶対
ここまで来ればモンスターには襲われません。これ全てのモンスターで共通してます。ほら、ここまで来ると見つかる。ここは入って、ここまでギリギリ入ってこない。でも入ってくる場合もあるから、確実に逃げたい場合はここにこう逃げ込むと、はい、ピタッとこう止まると。でもう一つ絶対に捕まらない場所があります。ああ来ました。はい、でもう一つはこの観覧車、ここに逃げ込むと、はい、大丈夫になります。まあまあ、これだギミックを使ってね、逃げることができるようになってますよね。だから、まあ、そういう小ネタですね。はい、じゃあ最後ね、もう一つ逃げたい時に使ったらいいよっていう場所、それがですね、ここです。コロボさんは、コロボさんここです。はい、来ました。はい、これ、これです。これに乗ってください。ちょっとちょっとちょっと、はい、来ました来ました。はい、ここに乗り込む。そうすると、はい、捕まりません。絶対目の前に見えてんのにね、こう飛ばってたね。ぜひ使ってください皆さん。はい、はい、次はですね、こちらパープルがね、この中に潜んでるんですが、パープルにこうね、この煙のステージでこう襲われてる時にですね、ここの上に乗ってください。ここ、そうすると捕まりません。これさ、全然気づかなくてさ、みんな気づいた？ここで集めるの苦手だなと思った人は別にここに乗れば大丈夫です。こんな感じで、でこれさえ分かってればもう、ブルーが来たらやばい、これブルーが来たらやばい、ブルーが来たらやばい。オッケー、やばい、ちょっとちょっとやばいやばいやばい、やっ、いやっ、無理か、あーなるほどね。はい、じゃあ次はですね、ここゴミがね、めちゃめちゃ落ちてるんですけども、ここにね、面白いものがあって、いきますよ。ここのゴミの中をね、よく見ると、はい、見てください。ほら、見える。こんな感じで、あ、ちょっと待って、あ、何に見つかった、何に見つかったこれ、え、何に見つかったの、ちょっと待って、誰もいません。クラゲです、クラゲ、にゃお。なんとかやり過ごせましたね、クラゲ。どっか行って、早く紹介してるんだから小ネタを。困ったちゃんだな、困ったちゃん、早く、そうそうそうだよ、そう、ブルーのね、人形が落ちてるんですよ、ここに。でもしかすると他のキャラクターのぬいぐるみもいろんなところに落ちてるのかもしれないですね。この辺とかないのかな、ないわ。はい、じゃあ続きましてはですね、こちら、ここのホワイトボードに書いてあることをちょっと見てみましょう。シャワード、シャワー&ワーキング、コール、ナンバーかな、わかんない。ガレージのコードを変えておけみたいな感じ、謎ですね、ちょっとここ書いてある言葉。で、もう一つこの部屋で見られるものとして、ここ、カレンダーがあって、ここにもなんかいろいろ書いてあるんですよね。7月の1日にフィールドトリップ、遠足、調査のために、まあこの日じゃない日にしたみたいな感じのことを書いてありますね。謎です。はい。結局謎です。はい、じゃあ次はですね、今回ね、チャプター2で発動したあのモンスター、イエローについての、ちょっとね、面白いね、ものなんですけども、イエローに捕まってもね、実は大丈夫なんですよ。いきますよ。ちょっとイエローにまず捕まってみましょう。あ、誰にバレた？誰にバレた？あ、イエロー来た。イエロー来ますね。はい。あ、ブルーじゃない！さっきイエローいたのにどこ行った？叫んだ！あ、いたイエロー、こっち。どこ行く、ちょっと、どこ行く、むしろ。イエローさん、ちょっと、どこ行くの、イエローさん、ちょっとさ、いたイエローさんに、はい、まず、はい、捕まりますよね、こうやって。で、一生懸命運んでくれます。で、外に行きますよね。外に来るとビシンで連れ去ります。そしたらほら、ジャンプ、安全なとこでジャンプしろみたいなこと言ってるんですよ。で、その安全な場所というのが、ここなんですよ。ほら、なんとね、ここでジャンプすれば逃げれるんですよ、このトランポリンで。じゃあ別にイエローを捕まっても大丈夫やんっていう。イエロー、雑魚です、はい。結論は、まあ、イエローが雑魚ということになってしまうんですね。はい。はい、じゃあ次のね、小ネタなんですが、今回新たに登場したね、シアンモンスター。あやつの特徴を皆さんにご紹介したいと思います。シアンさん、おいで。ジップラインで探そう、ジップラインで。それが一番早い。ジップライン、シアンどこ、シアン探して、シアン。いた、シアンいた。ちょっと、グリーン、あ、まあ邪魔だぞ、ちょっと。ちょっと、
見つかりたくない時は余裕で見つかるのにさ、見つけたい時はやっぱ見つからないよね、やっぱり、ね、厳しいです、厳しいです。はい、シアン姉さん、シアン姉さん、そう、シアンはあとみんなから教えてもらったんだけど、女の子らしい。シアン姉さん、あ、なんで、あ、いたいた、シアン姉さん、いくよ、普通に見つかる。で、箱に入ります。ほら見て、ほらほら、箱に入っててもこういう感じで動いてると近寄ってくるんだよ。でも、いくよ、箱に入る、で、止まってる、止まると見つからないです。はい、このように、はい、動いてると、ほら見て、ほら動きまくってると、どうした、おい、どうした、ちょっとどうなってんだ、いや、やばい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 、はい、やばい、これやばい、これ違う、あ、あ、あもう一回イエローに捕まりたいと思います。来い、はい、捕まります。さっきと同じようにですね、あのトランポリンの場所まで運んでもらいます。そしたらですね、ここ、ここ、はい、このね、トランポリンの端っこ、ここに降りてください。そうするとですね、なんと外に出れます。なんとね、このステージの外に出れちゃうんですよ。ほら、これやばくない？ゲーム中なんですが、ちょっと探索してみましょう。何があるのか。裏の世界すっごい広がってる。え？あ、そうかそうか、そうだよね。外側だもんね。外にから来れちゃった。ちょっともうちょっとなんか面白いのあるか見てみましょう。マジどこまでも行けんな、これ。あ、なに、なんかある。え？待った。やばい、ほら。あ、トロッコの裏側の世界がもうあるんだわ。ほら。こんな感じで。やばい、これ気づかなかったわ。てか、裏側の世界来たの初めてだからさ、これ。これ下降りれるね。なんか。あ、また。あ、あ、降りちゃった。降りた。やばいだろ、これ、外の世界が。また、あれブルーじゃないの、あれ。動いてるね、なんか。よく見たいけど、遠いから見えないや。動いてるわ、あの、なに、あ、なんか、え、待った。いろいろある、なんか。これ何、これ。ああ、ただの壁だわ。え、これは何、これ、え、なんか、え、待った、え、なんか、ちょっと待って、え、やばい、何これ、いや、なんか全員重なってるんですけど、かっこいいな、ちょっとブルーとイエローとグリーンが一色感になってます。ん、何あれ、え、なんかあるよ、ほら、これパープルに襲われた時の顔なんだけど、怖っ、なにこれ、ちょっとパープルの顔があるよ、ほら、これ、あれか、ジャンプスケアの時にここに移動するみたいな感じなのかな、ゲーム的には。怖すぎ、わろた。さあ、この空間広大すぎてさ、やばいんだけど、どこまで行ってもさ、端っこにつかないわ。あ、端っこついた、端っこついたわ。あー、何もないですね、あとは。そしたらじゃあちょっと飛び降りてみましょうか。すまん、マサオ、はい、うん、あー、見つかったわ。見つかって知りましたって出たわ。なんですの、それ。はい、そしたらですね、最後なんですけども、これね、4ゲーム目で、おじさんが塔の上に囚われますよね。そして、このふよふよふよいうボールを集めるゲームが始まるんですが、このゲームでね、実はすごいね、秘密がありまして、このね、4ゲーム目って最初のムービーの中でタイマーがあるみたいなことがね、コメントセリフの中で出てくるんですよ。特に時間は表示されないんですが、何もしないまま10分経過します。そうするとね、とんでもないものが見れるんですね。はい。まあね、ここ安全地帯なんで、ここでちょっと時間潰したいと思います。せっかくなんで1個持ってきました。はい。これは一体何なんでしょう。ちょっとまあ、このまま時間を進めていきたいと思います。はい。皆さん、来ました。今何もせずに言いました。ほら見て、ほら、ムービーが始まったでしょ。で、爆弾を押したかと思いきや、花火が上がると、どういうことでしょう。え、これやばくない、これ、これ謎だよね、本当に。ほら、で、ここ見てください。
What are you looking at? 何を見てるんだみたいな。どういうことなんでしょうかね。ほら普通に助かってるしね、おじさんは。 Don't worry, I'm okay。 でこれはだから普通にあれが進むわけですよ、次のやつにね。何がしたかったのか分かんないんですよ、レッドは。人質取ったはずなのに花火打ち上げて、あのちっちゃい変なやつにこう何してんだお前みたいな感じで見られて何見てんだって返して終わるっていう、その謎ですよね。で普通に次のシアンのが登場するゲームが始まるというわけですね。はい、ということでね、今回はレインボーフレンズチャプター2のね、小ネタを紹介していきました。この小ネタが面白かったなとかすごいなと思ったら、よかったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ココランボー、バイバイ。